はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、みのけんちです。さあ、本日の動画はこちら。さあ、アニメ化が発表されている週末のワルキューレなんですけれども、ホームページがね、更新されて、新たなキャスト、追加のキャストですね、発表されましたね。で、あともう一つ、どこまでこの週末のワルキューレやるかっていうことなんですけれども、まあ、おそらく、このトップ画面を見る限りは、第3回戦、ポセイドン対佐々木小次郎で、まあ、一旦、区切るのかなっていう感じですね。で、それをワンクールでやるのかなっていう風な感じだと思います。さすがに3回戦で2クールだと長すぎると思うので、うん、まあ12、3話で3回戦までやるとってことは、1回戦につき4話ぐらい取るってことですよね。1月かけて1回戦、2回戦、3回戦っていう風にやっていくと、まあそういう感じになるのかなっていう感じですね。うん。まあこれは大体予想した通りかなって感じですね。ではでは、キャストの方をちょっと見ていきましょうか。で、今まで発表されてたのが、ブリュンヒルデが沢城みゆきさん。で、ゲルが黒沢智代さんで、呂布宝泉が関智一さんと。そして、ゼウスが高木渉さん。あとは、トールが緑川光さんですね。この5人までが発表されてました。そして第2回戦で出てくるアダムですね。アダムが斉藤聡馬さんになりましたね。ちょっとこれは意外というか、もうちょっとね、女性の声優でボーイッシュな感じの人が来るかなと思ったんですけども、斉藤聡馬さんでしたね。まあそして、まあ分かってる通り、すげえ格好してるなって感じですよねまあ原作がこれだからね、当然こういう立ち絵になるのはしょうがないんだけれども、ここは多少修正してくるかなと思ったけれども、何も修正は来なかったですねいやー、いいね、いいね。で、そして第3回戦の佐々木小次郎が、いやー、山地和弘さん来ましたね。これはぴったりですよ。まあ、山地さんといえば、まあ個人的なイメージはやっぱりウィッチャー3のゲラルトなんでね。いや、すごいぴったりですね。あー、そう来たかーっていう感じですね。なるほどね。まあ個人的な予想としては、まあ稲田哲さんとか、まあ結構渋めな声っていうのがね、思ってたんですけれども、まあその通りの渋めな声が来ましたね。いやー、早く聞いてみたいな、この声。いいですね、佐々木小次郎。で、そして、その佐々木小次郎の相手となるのが、こちらのポセイドン。ポセイドンが桜井貴弘さんになりましたね。なるほど。個人的には津田さんとかがいいかなと思ったんですけれども、まあ桜井さんもイメージには合ってますね。いいね、いいね。そして、ヘルメス。ヘルメスが諏訪部淳一さんと。いやー、これは見た目からしてぴったりな配役ですね。いいね、いいね。そして、こちらがヘイムダル。ヘイムダルは、このラグナロクのリングアナウンサーですね。ま、なので登場回数っていうのはかなり多いですね。ただセリフとして登場するのが多いかな。このキャラクター、キャラ絵で登場するってあんまりなかったんで、あ、そっか、ヘイミダルってこんな感じだったかとも思いましたね。なるほど、なるほど。かなり奇抜な見た目ですよね。で、キャラボイスが野津山幸宏さんとなってます。ちょっとね、これ知らなかったんですけども、俺はラッシュスタイル所属の声優さんみたいですね。で、ちょっと面白いのが次のこちらですね。オーディン。オーディンが早見翔さんなんですけれども、この早見翔さんはラッシュスタイルの代表なんですよね。で、この野津山さんと早見翔さんはこうお笑いコンビを組んで、M1 に出場した経歴があるということですね。いやー、これなかなかに面白い関係ですよね。そうなるかも。ただ、オーディンね、セリフあんまりないからね。あともうちょっと、おじいちゃんの声にっていう感じなイメージだったんですけど、早見翔さんか。あの、超絶イケメンボイスなのか。なるほど、なるほど。そして、芝が鈴木達久さんとなってますね。なるほど。個人的な予想は中村雄一さんだったんですけれどもね。なるほど、なるほど。芝も
魅力的なキャラですからね。まあ実際芝が戦うのは、まあワンクール目ではね、ないと思うんですけれどもね。そしてこちらがアフロディテが田中理恵さんとなってます。アフロディテの登場、本当に最初期の方だけなんだけどね。今のところ。なるほど、なるほど。メインキャラみたいな扱いだけど、これ本当に最初の方しか出てきてないですよ。今のところはね。そしてロキ。ロキが松岡義嗣さんか。なるほど、なるほど。個人的な予想としては松岡さんはね、ヘラクレスに来るんじゃないかな、ぴったりかなと思ってたんですけれども、ここで来ましたか。なるほど、なるほど。そしてこちらですね、軍神アレス。アレスが田所ひなたさんとなってます。ほう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 。この辺はまだね、俺、結構若手の声優みたいで、あんまりイメージがないんですけどね。なるほど。そっか、こんな見た目だったっけ、アレス。なるほどね。そしてこちら、フギンとムニン。こちらは、あれですね、オーディンの肩に乗ってる。まあ、ね、ヤタガラスって言ったらいいのかな。フギンが中野大輔さん。で、ムニンが山口智弘さんとなってますね。なるほど、なるほど。確かにこいつら喋ってたわ。最初、フギンとムニンってなんだと思ったけど、あ、そういえばこいつら喋ってたなって思いましたわ。なるほどね。で、こちらが追加されたキャストの一覧ですね。いや、個人的にはね、この佐々木小次郎の山路さんが、すげえぴったりだなと思いましたね。早く声が聞きたいなぁ。まだ新しい PV とか、ないよね、確か。うん、そうだね。まあ、おそらく、新たな PV も出てくるのかなぁ。ちょっとわかんないけれどもね。で、キャストのコメントも発表されてますよ。キャストのコメントね。まあこの辺は自分で確認してね、もらえればいいかなと思います。いやー、そしてエンディングテーマ。エンディングテーマが島爺さんの不可避っていうものに決定したらしいですね。ほうほうほう。というかこのジャケットねえかな。これかなり見た目個人的には好きですね。はあ。オープニングテーマがマムザホルモン。エンディングテーマがシマジ。シマジって俺知らねえんだよな。はあ。ちょっと後で調べてみましょうかね。圧倒的な歌唱力と特徴的な歌声で魅了し続ける永遠の82歳。ほうほうほう。代表カバー曲であるブリキのダンス歌ったは YouTube 約2500万再生を誇り。ほう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 。おじいちゃんというキャラクターからは想像のできない意地を聞いたらハマる歌声とのギャップに長年ライブ化を望まれていた。へえ、本当のおじいちゃん？ん？するかわかんないな。プロフィール。今年で活動10周年。なるほど。結構アニメの主題歌とか、そういうのもやってるみたいですね。なるほどね。ほうほう。なるほど。まあ、実際どんな曲になってるか、まあ、ちょっとね、気になりますね。なるほどね。で、今回、更新された情報は、まあ、キャストの、追加キャストの、と、まあ、エンディングテーマ曲が決まったっていうことですね。具体的に、まあ、いつ放送開始っていうものは、まだ発表されてませんけれども、まあ、おそらく、夏クールか秋クールになるのかなと思いますね。さすがに春クールってなると、ないんで、まあ、夏クールか秋クールのどっちかかなとは思います。非常に楽しみですね。はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、Twitter のフォロー、高評価などね、よろしくお願いいたします。あとブログもやってるのでそちらもよろしくお願いいたします。それじゃ、バイバイ。